こんにちは、Gです。今回はロシアのネット事情のお話でも、ロシア関係の情報あまりないですよね。それなら実際に覗いてみるしかないですね。近くて遠い国と言われるロシア。ロシアのソフトといえば何が思い浮かびますか？有名なところではカスペルスキーかな。画面が本家のサイトです。本社は今もモスクワなので、ロシア製ソフトの代名詞と言って差し支えないでしょう。この会社は1997年カスペルスキー夫妻によって創設されました。皆さんご存知のアンチウイルスソフトの帝王です。現在は旦那が社長で嫁が会長。婿養子かな、なんちゃって。カスペルスキーは2017年アメリカでは政府機関から撤去されました。 FSB と協力関係にあるというのが理由です。 FSB は KGB の継承組織で、正式名はロシア連邦保安庁。同年、イギリスもカスペルスキーを使用しないよう通達。日本では高評価のアンチウイルスソフトですが、大丈夫なんでしょうか。現在はアメリカの排斥などを受けて、クラウドを世界中に分散させています。本社はモスクワだけど、サーバーはサービス提供している国にあるということです。さらに個人的にはアンチウイルスというより、安くて早い VPN としての価値が高い。ロシア崩壊でもサーバー止まりませんし、当面大丈夫でしょう。知らんけど。続いてロシア国内のネット環境についてご紹介します。はじめにログインとかに必要なので、ロシア語入力できるようにします。ラズパイ OS では複数言語の扱いがちょっと難しいようなので、マンジャロを使います。 KDE システム設定の入力デバイスからキーボードを選択。レイアウトタブを選んで、レイアウトを設定をチェック。アッドボタンをクリックして RU で検索し、ロシアンフォネティックウィンドウズを選んで追加します。私、ロシア語わからないので、バーチャルキーボードを導入します。ソフトウェアの追加と削除でオンボードで検索してインストール。最初は検索エンジンを見ていきます。ロシアで最も有名なのはヤンデックス。ロシアのポータルサイトの一つで 50% 以上のシェアを持っています。ロシア語の本家は画面のサイトです。Google 翻訳使って日本語表示してみますね。フリーメール、オンラインストレージ、地図検索、翻訳サイトなどのサービスがあり、ロシア版 Google といった感じで、ロシア語圏では最大手。ところで、ここの翻訳サービスは精度はともかく驚くほど高速です。日本語もサポートされているので、ぜひお試しを。ナスダックに上場しているので、ナスダックヤンデックスで検索するとチャートが見れます。あちゃー、株価4分の1以下になって、今は取引停止だ。動画配信でウクライナで検索するといっぱい情報があります。
こりゃ YouTube 規制するって話になるわな。規制について3月20日時点では YouTube 見れますね。次はランブレル。これも最大級のポータルサイトの一つ。画面のサイトなんですが、ロシア語のみなので Google 翻訳で。検索エンジン、電子メール、出会い系、写真ストレージ、ゲーム配信、オークションなどのサービスがあります。ちょっと変わったサイトがメールルー。ロシア語圏最大のメールサービスであり、ヤフーのようなポータルサイトです。特徴は、主な SNS をすべて傘下に収めていることです。スタートはアメリカなんですが、のれん分けでロシアで創業して今に至ります。構成は各種 SNS やメールサービスにもアクセスできるポータルサイトになっています。SNS 最大手は WhoContacte。画面のサイトです。アクセスするといきなり日本語です。略称は VK と書いてベーカーと発音します。まあ、ロシア語圏の Facebook ですね。今はメールルーの傘下です。アドナ・クラースニキとかモイミールというのもあるんですが、いずれも今はメールルーの傘下になっています。SNS はメールルーが全部押さえてるということです。動画共有はルーチューブ。画面のサイトです。ロシア語版 YouTube というよりインスパイア、いや丸パクリです。検索でウクライナとやるとロシア側の動画が見れます。画質がちょっと悪くて 720p で HD マークがつきます。こうして並べてみると主要ネットメディアはロシアの独自カラーが濃いことがわかります。中国と同様の傾向ですね。やはりネット検閲する国は同じベクトルなんだと感じます。ざっとメジャーなサービスをご紹介したんですが、ここからはちょっと脇道に。古典といえばテトリス。1984年に旧ソビエトで教育用ソフトとして開発されました。世界中で愛されてる、誰もが知ってる古典ゲーム。1996年にライセンス会社が設立されました。画面のサイトです。ここでライセンスできるんですが、そうじゃないバッタものも多い。聞いてるかチャイナ。オリジナルの名前はテトロミノ、テトリミノ、テトラミノとも呼ばれているので、まあテトなんとかでライセンスしますということですね。最後は個人的な思いもあって、テレグラムメッセンジャー。テレグラムの本部はドバイにあります。ロシアじゃないのになぜ SNS、 WhoContacte、 ベーカー創業者が立ち上げた会社だからです。政府からの個人情報提供を拒んだため、彼はベーカーを解任され、ロシアを離れます。セントクリストファー・ネイビスの市民権を得て、テレグラムの開発を開始。
2018年、ロシアがテレグラムの使用を禁止したため、対抗して規制をすり抜ける改良を実施。パーベル・ドーロフはフリースピーチの代弁者となりました。まだ30歳代なのに壮絶な半生を送った人物です。画面の動画は彼の背景を綴ったものでおすすめです。今もテレグラムが規制されている国は画面の通りです。テレグラムは Linux でも多くのディストロに対応しています。匿名性が高い分犯罪にも利用されるので検閲国家では目の敵です。悪いソフトじゃないのにね。個人的にはセキュリティ上 SNS は避けています。 LINE、Facebook、Twitter、Instagram は使いません。スマホはシグナル、 PC はステアドでリンクドインのみです。ロシアはネット接続を制限してローカルネットワークのみにシフトしようとしています。ネットがなくても生きてはいけます。昭和の時代はそうだったわけですから。でも個人の情報発信や収集を経験した国民はそれらが遮断された時どう考えるでしょうか。ご覧いただきありがとうございました。1年ほど前にシャワーをナノバブルシャワーヘッドに変えました。快適なんですが水圧でネジが緩んできます。奥さんが緩みを直そうとしてなぜかヘッドプレートがバスタブに落下。小さな穴がいっぱいある部分です。なんと転がって排水栓にホールインワン。排水栓ってすり鉢型なんでどうやっても外せない。諦めてドリルで穴を開けて取り出しました。で、かっこ悪いけど事実だけを報告して交換部品があるか問い合わせ。幸い部品提供をいただけることになったんですが、メーカーさんには笑われてるだろうな。マイクロバブさん、ありがとうございました。ではまた次回。